北海道フルー軍の一ー軍は、北海道尻部市総合振興局の軍。人口2334人、面積230.08平平方メートル、人口密度10.1人、平平方メートル、以下の2村を含む。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記2村より、泊村の一部を除いた区域にあたる。 文禄三年には、二神漁が行われていた。慶長八年五月、五福島神社が創建される。江戸時代、古う軍行きは、和人地となる。正木派によって、古場所が開かれていた。京方十五年に、沖市内村の稲荷神社が創建される。このほか、古場所受けを委任、辰木き介の宗子と伝わる泊稲荷神社は、天羅二年の創建とも言われ、 江戸時代後期に差し掛かった、共和元年にはすでに存在していた。文化四年には、古う軍域は、天領とされた。文政四年には、正木藩の元に戻されたものの、安政二年再び天領となり、省内藩が警護に当たった。文久二年に、佐藤隆寺が、翌三年には、梅木越津同士によって、随流山暴林寺が建立された。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、フルー軍が置かれた。北海道1.29町村制施工事のフルー軍の町村。ありがとうございます。